はい、皆さんこんにちは。今日もですね、じゃじゃじゃん、こんな感じで日本海側の方に来てますよ。そして今日はですね、冷凍庫の中で眠ってた殻付きムール貝、普通にね、あのスーパーとかに売っとるようなこいつを使ってちょっと水の中から釣りをしてみたいと思います。やったんだけど、まあこういうのもね、全部自分の企画でやってたんで、まあほとんどね、俺が抜けてからそういうのもないと思うんで、こういうのをやっていきたいと思います。いろんなことをねやっていきたいと思いますんで、まあ、今日もね釣れるかどうかわかんないんですけど、まあとりあえずこれからやってみたいと思います。頑張るぞ。
顔が折れて終わりました。お疲れさんでした。まあね、ギザミ1匹しか釣ってないんですけど、ギザミ？笹のハゲラを1匹しか釣ってないんですけど、ね、まあ本当はまたね、石鯛とか石垣鯛釣ろうかなと思ったんですけど、まあ機会があればまたね、もう1回ぐらいの写真にねチャレンジしてもいいかなと思います。それではまた、バイバーイ。皆さんご視聴いただきありがとうございます。おすすめ動画はこちらになります。チャンネル登録はこちらになります。バイバイ。皆さん見てくださいね。バイバイ。バイバイ。